ニュースです。公益社団法人上越観光コンベンション協会新潟県上越市のホームページによりますと、26日に開幕し来月10日まで開催される上越市の第97回高田城址公園観桜会は強風のため急遽初日から休止となる事態となりました。初日の26日はぼんぼりの点灯や高田城三重櫓と桜ロードのライトアップが中止され、露店物産店も閉店となりました。気象庁のホームページによりますと、上越市高田の26日の最大瞬間風速は17時現在で 29.6 メートルを記録しました。午前中から風が強かったせいもあり、午後になっても人でもほとんどありませんでした。一方、高田城址公園観桜会は過去2年間新型コロナウイルス感染症を考慮し飲食が禁止となりましたが、今年は3年ぶりに4人以内でアルコールを除き会場内での飲食が可能となりました。またこれまで県外からも出店していた露店は昨年と同様に上越市、妙高市、糸魚川市に居住している店のみとなっています。なお、日本気象協会の予想では上越市高田の桜の開花は4月4日、満開は4月9日となっています。高田城址公園には約4000本の桜があり、約3000個のぼんぼりと内堀に照らし出される風景の美しさは日本三大夜桜の一つに数えられています。 2K ニュースでした。